ケータ・ベイツ・デアはアメリカ合衆国カリフォルニア州サクラメント出身のプロバスケットボール選手。身長203センチメートル、体重104キログラム、ポジションはスモールフォワード。NBA のサンアントニオスパーズに所属している。1996年1月23日にカリフォルニア州サクラメントでリチャード・ベイツとウィルマ・ベイツの間に生まれた。両親は ケータのせいにディアップを追加した。父リチャードは、セネガルの科学者で、人類学者のシェイクアンタ、ディオップに指示した。イリノイ州のユニバーシティ高校では、スモールフォワードでプレーし、ジュニアとして、平均18.4ポイント、6.7リバウンド、2.3ブロックを記録した。シカゴトリビューン選出のイリノイミスターバスケットボールのトップ5の一人とみなされた。 ライバルズコム m による評価では全国で26位に格付けされた。2018年の NBA ドラフトでミネソタティンバー・ウルブズから48位指名を受け、2018年7月7日契約を結んだ。2020年2月5日、4チームカントレードでデンバーナゲッツに移籍した。3月10日に G リーグで当時ナゲッツとも提携関係を結んでいたウィンディシティブルズに アサインされた。2020年11月22日にナゲッツを解雇された。2020年11月29日、サンアントニオスパーズと2ウェイ契約を結んだ。2021年9月7日、サンアントニオスパーズと再契約を結んだ。レギュラーシーズンプレイオフ。ありがとうございます。